安子かんざしとか、あるところに行ったらね、柿がこういうところに立ってるんです。これは普通、波打ち際にある生息してるもんなんですけれども、この島がだん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 分布してきて、でこの子、安子かんざしの上の方にあるんですね。地震によってこの地域が分布したっていうのはね、この安子かんざしでも分かります。ちょっとこれからね、先足元が悪いです。ゆっくり行きましょうか。みたいな、そうなって。全員入りましたか？はい。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 やっとかんだしとかね、まあ、15階の踏みかし、石灰文の。こういったものはまだまだ貝殻です。柿とかね。そういうものが実はどん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 地震のあるたびに1メーター、1メーターとかね。で、また反対に1メーター通過したり、そういうふうなことを繰り返しながら、一番高いところでこう、かなりこう、この、これにしてこう。7メーターもっとあるから、これ。ね、いらっしゃったそうで、で年齢は17歳ぐらいと言われていました。で、いつもですね、あまりにも綺麗なものでお嫁にしてくださいとか結婚してくださいっていう人が後を絶たなかったそうです。で、それの噂を聞きつけたですね、この海賊のお頭がそこの月の瀬の女の子の家に襲いに行きまして、で女の子をさらってしまったそうです。うわ、全部下砂や。おお、ちょっと落とあれ？くるっと回って出てきたんですね。沈下してまた流地で沈下して、その繰り返しをしてるから、その、まあ、流地した時にそこにヤクオカンダシがあって、今度それが沈下してそこにまた別の何ていうか柿とかがひっついたりとかね、そういう繰り返しでどんどん流地していってるみたいですね。やっぱりこれが弁天様です。何持ったんです？いわゆるこの辺で一番一般的な八臂弁財天ですね。腕が8本あります。腕8本ありまして、如意宝珠と剣と、こうやって弓と矛と、天宝林と、ほんで頭の上に鳥居を乗せてます。うん、これは八臂弁財天の特徴で、宇賀の御霊といって、お稲荷さんですね、稲の神さん、あれの、化物っていうのを乗せてる場合があります。これは海蛇の格好もしてます。はい。私小田川町なんですが、はい、ずっと住んでいてもこんなところが近くにあるとは。びっくりしました。はい、ありがとうございます。あそこ面白いんですよ。波がこっち側とこっち側とって合わさるのね。はい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 。あれが引き潮になると、だん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 これがまた両側から出てくるから、はい、多分ね、面白いでしょうね。サポートの方がね、ちゃんとサポートしてくれたからね、安全に行けましたよね、洞窟の中に。